エンタ。これがあなたの部屋か。外からは見てたけど、やっぱり入ってみないとね。意外に綺麗にしてるのね。あそこには何が保存されてるんだろう。彼女と二人きりで会うなんて、どれほど危険か分かってるの？
について何か知ってたら教えてくれる？あなたの血統が一番重要なのよ。だから面倒でもあなたを保護しているの。カリ、意地悪言っちゃダメけど、あなたの血筋のために私たちは送り込まれたんだ。もし悪者の手に渡ってしまったら、ユズキのことなんだけどね、とても厄介なことになるから。分かってくれるかしらね。あなたは魔法使いの血筋なのよ。もうこの世界は魔法の存在を忘れてしまったから、その闇の女王に立ち向かった人間にゆかりがあるのよ。ひかり、なんで言っちゃうの？あなたが全部話していたら夜が明けちゃうわよ。そんな時間はないの。私が話したかったのに。
ていないわ。彼女の力は強大で倒すことは不可能だった。彼女は不滅とまでは言わないにしてもそれに近い存在だった。彼は彼にできる限りの力で彼女を封印したの。その人の血があなたに流れてるってわけ。あなたの血がなければ解かれないけれど、彼女が封印されてからとても長い時間が経ってしまっている。つまり封印は日に日に弱くなってしまっているの。そして少しずつ彼女の影響が世界に忍び寄っているわ。化け物たちが出てきたのもそのせいよ。ユズキが現れたのも。彼女があの子に魔法の力を注ぎ込み、彼女自身が解放されるまで操り人形として働かせるわ。ユズキを従わせるために何をしているかはわからないけど、ユズキは女王の思い通りに動いてる。この分だと明日には力をつけて封印を解いてしまうわ。ユズキももっと強くなる。つまり私たちの仕事はもっと大変になるってわけ。とってもね。それから私たちが最初にあなたの保護に着いた時は、はぐれシャドウに気をつけたり、彼らが突然本能のままに行動しないか見張ってたの。簡単だったんだよね。あなたはその存在も知らなかったし、遠くから見張ってればよかったし。でもあなたがシャドウを見てしまってから、事態は悪くなるばかりで、私たちも足をかいくぐるなんて。思い当たることはあなたがサンドイッチを食べるって言い張らなければってことね。違うもん。
注意して見てたってば。とにかく私たちはあなたの前に姿を現せざるを得なくなって良くないって分かってたけど、ゆずきにも襲われたし仕方なかったんだよ。見たこともないような力だったし。空いた時間はなるべくその調査をしていたんだけど、あなたに張り付いてからは時間が取れなくて。封印が弱まってることが分かって、このままじゃ解決できないことが分かったのよ。彼女の封印を補強しなきゃいけなくて、強くさえすれば彼女が外の世界に影響を与えることもできなくなるし、それが簡単なことだったらあなたを悩ませることもなかったし、私たちで解決できたんだけど。あなたに頼ることが最善策じゃないことは分かってるわ。だけど他に選択の余地はない。他の手段を探す時間もない。あなたに流れている血で封印されているから、あなたの血でその力を強くすることができるの。技術的には一度封印を解いてから新しく封印し直すって感じかな。触手のシャドウと遊んでた夜を覚えてる？遊んでないったら。光の剣を使ったよね。あんなに大きな剣なのにとっても軽いって思わなかった？あの剣はね、迅速かつ強力な攻撃ができるように使い手とつながる魔法が施されてるの。実際には魔法を制御できない人が使おうとした場合、ドッカーンってな感じ。魔法の力が大きすぎるんだよね。まあ爆発まではいかないかもだけど、でもあんまり綺麗な最後にはならないかな。あの剣を使って立ってられたってことは、健太には潜在能力があると言っていいと思う。あの剣が使えたなら封印魔法も大丈夫だよ。でもそのためには封印されている場所まで行かなきゃいけないってことよ。彼女が探しているものを持ってね。無謀すぎるわ。一つでも間違えれば世界が危険にさらされるのよ。最後のチャンスよ。
私たちを助けてくれるならね。助けてくれないなら他の方法を探すから。出る前に何か食べましょう。体力をつけないといけないわ。